はい、おはまる、どうも、しょうまるセブンでございます。それった。ジャジュです。はい、というわけで今日はですね、動いて敵に合わせる方法と、まあ、レレしてる敵に合わせる方法ですね、それを少し紹介しようと思います。では、普段はツイッチで配信してる説明欄へフォローお願いします。頑張った、お願いします。はい、じゃあまず単純な横移動にレティクル合わせる方法ですね。まあこれ見てもらったら分かるんですけど、まあ基本的には移動先の腕を狙う意識を持ってレティクル合わせることですね。まあ今この動画ちょっとレティクル合っちゃってるけど、意識は移動先の腕だ。この場合だと相手の右腕ですね。で、次に敵の中心を狙って弾が当たらない時のやつですね、これ。で、弾が当たらない人ってのはエイム遅れてます。これが遅れてる時のエイムですね。まあだからとりあえず相手の移動先の腕を狙う意識を持って練習してみてください。これが単純に移動してる敵の当て方です。とりあえずエイムが遅れる人は、まあ、今言った狙い方でやってみてください。絶対変わります。はい、では次、レレレに対して当てる方法ですね。で、レレレ当てる方法に関しては2種類ありますね。まあ、折り返しのみてからレティクル合わせる方法と読みですね。ここで折り返してくるであろうというタイミングで自分もレティクルを折り返す。ちなみに今日教えるのはそちら読みの部分ですね。後者の方を教えます。ただ前提条件として 100% 全弾当てることは不可能です。まあ、なぜなら人によってレレレの幅やレレレするタイミング、また、規則性のレレレするとは限らないです。で、まずレレレの折り返しの場面がほぼ読める場面ですね。それちょっと教えると思います。じゃあまず一つ目ですね。動ける幅がある程度制限されているところですね。まあ、狭ければ狭いほど読みやすいです。で、狭いところでは壁にぶつかる直前で折り返します。俺はそういう読みでエイムします。まあ、自分でやってみた方が分かるかもしれない。で、やっぱ少し幅のあるところだったらレレレ壁までいかないんでね、読みづらくはなります。まあ、この動画見たら分かるけど結構バラバラですよね、幅。まあ、これ実際の試合のやつなんだけど、まあ、途中からこの幅に合わせてレレレしますね。じゃあ次は初動、どっちに動くか読むポイントがあります。ちょっと動画を流すんで、ね、一緒に考えてみてください。まあ、右か左かですね。こっからここに向かって降りて、ここら辺、この溝で、その後レレレして、どっちでもいいから、うん、いいよ、降りて。そうそうそうなんだよそうなんだよ、そうなるんだよなんかそんな感じがした。なんでかかった？いや、わかんない、具体的にはわかんないけど、自分で考えたときに降りたら右からするなって思ったの。そう、右からする。なんでかって言ったら広い方にレレするんだよ最初。あ、こっち左がもう狭まってるから。そう、そう、狭い方じゃなくてまず広い方からレレ始めるんだよこれ。っていうことなんですよね。まあ打ち合い始めのポイントもよるかもしれないですけど、まあだいたい広い方に動きます。まあやっぱこれもそうだけど、まず広い方に動きますね。まあ俺もそうなんだよこれ。あとこれもそうだね。まあ、こっちの方が場面的には分かりやすいですね。まあ、俺から見て右に移動する確率はまあほぼないですね。壁にぶつかっちゃうから。あともう一つ、折り返しの場面ですね。折り返しが読める場面を紹介します。こういうところだね。こういう断崖絶壁のところ。こっちもいいな。なんで？空間把握したやつはここから落ちないように打ち合うんだよ。だから、うん、こっち行ったら、ここで必ず折り返すから。ここだけは。だからこいつがここ行った瞬間、美咲はレティクルをこっちにやる。こっちに関しては無限だからわからない。ここだけは折り返すの確定、ここで。わかった？うん。これ取得だけはすげえんだよ。マジ当たるよ。うん。あの、この壁もそうだね。ここで、ここで打ち始めたら、こいつはここまでしか行けないんだよ。うん。次こうなるわけじゃん。で、またこの壁の近くまでレレレし始めるんだよ。わかった？うん。だこの壁に着いた瞬間、レティクルを戻す。そんだけ。あともう一個あって、さっき回復ありって言ったのは、まあ、今金アームだから、すぐ回復しちゃうんだけど、瀕死になった時の動きってあるんだよ。わかる？うん。瀕死になった時の動き。じゃ、瀕死になったら美咲何する？こう打ち合って。瀕死になった
壁に隠れするんだよ。おお。で壁に隠れするんだけど、どの壁に行くかって話。じゃあ例えば俺がこのポジションだったら、どっちの壁を利用するか分かる？こっちか、こっち。こっち。そう、近い方なんだよ。近い方にレティクルをスイーって合わせるんだよ。うん。こっち行くの確定するんだから。でその場面っていうのは、うん、だいたいシールド割れたぐらいなんだよね。この動きをするのは、それまでは普通に打ち合ってくる。ただシールドが割れてリロードタイミングね、だいたいリロードタイミングになった瞬間こうやっていくから、だからレティクルをこういう感じだね。右から左ほとんどもう誰でもこうする。ほぼよほど自信に気じゃないかではこうする。はい、あと断崖絶壁とかちょっと探したんだけどなかったんで、まあ自分が、まあ自分でやったら分かるね。基本的に落ちないように動くと思うんですけど、でその断崖絶壁から落ちる場面ですね。まあそれはやっぱダメージ受けた時ですね。まあその時だけは逃げる動きをするんで落ちるかもしれないです。でこの動画は、まあ、逃げの動きですね。はい、じゃあ壁がないところのレレレの、まあ、合わせ方ですね。まあ、大体、まあ、1回目で折り返した地点を覚えておきます。まあ、あくまで目安ですけどね。まあ、もちろんこの人その地点で折り返してるの分かりますかね、2回目。まあ、大体こうなります。ただ、目安は作っておいた方がいいね。まあ、明らかに折り返したのを見てから打つよりかは絶対にいいと思う。はい、じゃあこれですね。まあ、次、まあ、動いてる敵に当てる方法ですね。いや特にピースキーパーですね。まあ、今見てもらったら分かるけど、もうこれ置いてるだけですね。まあ、他の FPS やってた人だったら経験あると思うけど、ただ敵が出てくるとこにレティクル合わせておくだけっていう、まあめちゃめちゃ簡単な当て方だね。特にピースキーパーはめちゃくちゃ使える。あとウィングマンもまあ使えるかな。うん、あとまあレレレしてる時もそうっすね。まあレティクルがあったら押す感じですね。ただ合うまで一生待ってて合わなかったら打てないから、それはダメだから一応合わせには行く。でこれはピースキーパーで、まあ、出てくる読みっすね。まあこんな感じの時は少しは当たると思う。うん、まあなるべくドラッグの距離を減らした方がいいかな。うん、はい、じゃあまあ今日言った読みのことに関してなんですけど、まあ、やっぱボット打ちは手に入らない部分ですね。あとはまあ強い人の動画も見て、まあ、相手ですね、相手はどういう動きしてるのかも見たら結構わかるかもしれない。もう完璧に人と同じ動きしてる人多分いないっすね。うん、あと規則正しいレレしてる人もまあいないですね。であと敵がそこそこ強くないと、もうそもそもレレすらしてこないから、これまあ今日に関しては、まあ、ある程度 FPS が上手い人相手に対しての読みですかね。だからプレレターランクでやったら、まあ、読みは必ず必要になってきます。まあ、あと自分もそうですね。まあ今日一番最初に言ったこと以外はもう中級者、まあ中級者というか上級者ですね、どちらかというと。中上級者向けに言った話ですかね。あと今日この動画を見て、まあこいつ何言ってんだっていう感じだった人も多分いると思います。まあ割と次元が違う話してますからね。ただこういう話しても俺が完璧にできるかって言ったら、まあ全然そんなことないですね。まあさっき言ったけど、まあ読んだところで敵がその読みの動き通りしてくるかって言ったら全然してこないからね。ただ明らかに見てから打つより読んだ方が当たります。まあそれと今後の成長ですね。圧倒的成長が見込めると思います。で、まあ、時間がある人はですね、まあ、強い人のキルダリス的なもんですね。まあ、天才でもなんか、いろいろあるから、セリーさんとか、ラスさんとか、見てみると、まあ、よくわかると思う。相手がどういう動きしてワンマーで殺されるか。まあ、俺もキルダリス出してるけど、レレレしてる相手に、ワンマーが救急、まあ、やれないです。まず。ワンマーが救急でやれる相手は、一方通行できたわけです。あと、棒立ちですかね。あと近距離ライフル ADS ぶっぱまみたいなそんな感じですね。はい、というわけで今日の動画はいかがでしょうか。まあかなり難しい話したんでね、これに関してはかなり上級者向けですかね。まあ頑張ってください。ではご視聴ありがとうございました。またね。ではチャンネル登録よろん。またね。バイバーイ。